スキルゲームのね、セットプレー上級でね、PK 練習やっていきたいと思います。ペナルティーキック値なんですけど、90以上あった方が入りやすいと思います。いかにね、固定できるか。あの穴の開いた部分、あそこをね、いかに枠の中でね、ずっと収められてるか。あとはタイミングフィニッシュ。ゲージは2本ぐらいがちょうどいいっすね。タイミングフィニッシュのコツは、結構早めに入力するのが結構緑出やすいかなって印象あります。まあ最悪黄色でも今みたいに結構入るって、まあなんか白よりは若干入りやすいかなって感じがします。なんか白だと結構バーとか当たっちゃう印象ありますね。まあね、とにかくまあ練習あるのみやと思います。これよ。